クラリベートの4月のウェブセミナーでございますね。本日も多くの方にご参加をいただいておりまして、誠にありがとうございます。毎回大変多くの方にご参加をいただいております、中山由紀子先生の大人気シリーズですね。本日も、進めてまいります。今回はですね、英語論文アブストラクト執筆が、うまくなる、読みやすく効果的に文と文をつなぐ方法ということでお話をいただきます。私は会を進めさせていただきます、熊谷と申します。よろしくお願いいたします。本編の前にいくつか注意事項、ご連絡事項ですね、させていただきます。本日の資料なんですけれども、今日この会の前にですね、お送りさせていただいたリマインドメールの中にリンクがございますので、そちらよりお取りください。また本日のご質問なんですが、こちらスライドよりお受けいたします。今ですね、リンクの方も、チャットの方から送っておりますけれども、こちら、PC から入っていただいている方は、スライド .com というところに行っていただいて、このイベントコードを打ち込んでください。QR コードを読める、ツールをお持ちの方は、こちらから読んでいただけると、ここからですね、無記名で質問をしていただくことができます。ちょっともしかすると初めてスライドを見るという方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単にご紹介いたします。コンピューターから入っていただいている場合はですね、こちら、今スライドになっておりますが、先ほどのようにスライド .com というふうに入れていただいても大丈夫です。そうしますと、ここにコードを入れる場所がありますので、本日の965254というのを入れていただければと思います。そしてですね、ご質問の方は、いいねのボタン、グッドボタンというのがついておりますので、それを押していただきますと、順位がどんどん上に上がってまいりますので、後ほどまとめて、お時間のある限りですね、中山先生からお答えをいただきます。ちょっと時間がですね、オーバーしてしまう場合には、後ほど文書で皆様宛てに回答はお送りする予定でございます。では、まず本編の前にですね、中山先生のご紹介、簡単にさせていただきます。中山先生は2000年より特許事務所で特許明細書の日英翻訳に従事されていらっしゃいまして、2004年以降、特許翻訳者として活躍される一方、大学、教育機関、企業などで英語論文の書き方などのご指導もされていらっしゃいます。2014年にご自身の会社、ユーイングリッシュを設立されまして、本日までに特許ですとか論文の英語を専門にした教育ですとか著作活動、翻訳業務なども幅広く行っていらっしゃいます。テレビにもご出演されたことがありますし、このような著作もですね、いくつもお持ちでいらっしゃいますので、ご存知の方も多くいらっしゃるかなというふうに思います。こちらもぜひですね、合わせてご覧いただければと思います。それではですね、早速もう中山先生のお話を開始させていただければと思います。中山先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、画面共有を出しますが。お願いいたします。それでは皆さん、開始いたしますね。改めまして皆様、こんにちは。ユーイングリッシュの中山と申します。今年も英語論文アブストラクトの執筆のポイントを皆様にお伝えしてまいります。まずは、アブストラクトの形をちょっと確認してまいりますね。こちら、スライドを使ってどんどん進めていきますが、先ほどアナウンスありましたように、スライドはダウンロードがしていただける状態になっております。アブストラクト、原文、すみません。原著論文フルペーパーの場合、導入、今回の研究、そして主な結果と今後という3つの部分からなるのが通例です。正しく明確、簡潔に書くためには、動詞を活かすことがポイントでした。導入部分では、まずテーマを紹介して解決したい課題を伝える。require, remain,
has been limited by などと動詞を活かします。そして次に、自分の研究はどのようなものか、何を行ったか、これらを実践に目標をしながら伝えます。そして何が分かったか、主な結果、そして研究の意義、示唆などを伝えていきます。 indicate、suggest、enable といった動詞が見られることがあります。これらは昨年までの復習だったんですけれども、本日の内容は英語の特徴であるつながりです。今回は4月と9月の2回を通じて同じテーマを使います。つながり、つまり文を長くしたい場合の情報の追加のコツや情報展開のコツ、こういったことに関連した内容を扱います。まずウォームアップをいたします。つながりがテーマと言いましたが、接続の言葉はどのくらい必要なんでしょうか。これは大学院生が仕上げたアブストラクトです。実はとてもうまく書けていまして、各文が正確、明確、簡潔に仕上げられています。うまく書けたんだけれど、最後に1点改善したいところがありますね。それは文と文の接続を表す言葉。私たちの研究はこういうことをやっています。しかし、こんな研究限界があります。したがって、We have developed a system, then the system, in addition the system。 英語は文と文の接続が通常内容、つまり中身で行われて、日本語のようなしかしながら、したがって、そしてまたといった接続的な言葉は多くは必要ではないんです。思い切って取ってしまいましょう。取ったんですが、最後に however だけ戻しました。実は接続の言葉がなくても読める、それが本来の姿なんです。では、この全部取った、これを少し違うところにハイライトしてみます。 The coherent beam combining We the system the system 主語にハイライトをしました。先ほどのような接続的な言葉を削除するためには、各文が記述の情報、または読み手が知っている情報から始まらなければいけません。日本語を置き換えて英語を書いてしまうと、なかなかこの執筆者の英文のようにはうまくいきません。つまり、単に接続の言葉を取っただけでは流れが悪くなってしまうことや、うまくつながらないといったことがあります。この執筆者はその点も含めてうまく仕上げていますので、単に削除するだけでも読める英文となったんです。記述の情報、みんなが知っている情報、We は主語、We は著者ですね、が出てきています。さて、これらをステップとして今からちょっとまとめていきます。はい、まず前段階として、これは昨年までの情報になるんですけれども、主語と動詞を適切に使用して、SVO を中心にして短い文を完成させます。ここは機械翻訳を使って行うという人も今後は増えるかもしれません。そして、ステップ2、ごめんなさい、ステップ1です。前の文章と主語を揃えるか、または前の文章に出てきた情報、それを主語に使うことで文を記述の情報から開始すること。これをまず行います。次のステップは、ここは人にしかなかなかできないと思うんですけれども、記述の情報を前に出すと関連する部分が見えてきますので、それらを実際につなぐこと。そうすれば、接続語によらず、内容で文と文をつなぐことができるようになります。最後のステップは必須ではないんですが、例えば先ほどの however を残したり、少し流れを良くするために does を入れたり、または文頭に notably、こんな感じで着目させる言葉を入れて読みやすくするといったことが挙げられます。こちらが今年皆様にお伝えしていきたいテーマになっているんです。で、まあ、文章にすると、前段階、文章を作ります。 A does B、A is B、 そして A does B、A does C と主語を揃える、または A does B、B is C と前に出てきたものを主語にする。そしてつなぐときは A does B and does CC。A does B which is CC。そして最後は
It has been and thus does CC. Interestingly, it has B, which is CC. とこんな風になるんです。さて、今年のゴールを見ていただきましたところで、クラリベート社の Web of Science データベースを使って、国際ジャーナルからアブストラクトの英語表現を改めて見てみましょう。特にジャーナルインパクトファクター JIF が付されたジャーナルの論文、これが英語表現がブラッシュアップされているであろうというふうに想定をしまして、参考にしていきます。また、引用された回数や利用された回数、こういったものが最も多いもの、比較的多いもの、それを検索してみました。今年のキーワードには、Climate Change や Plant Factories、SDGs、あとは Hydrogen Fuel などを使いました。2021年ノーベル物理学賞に気候予測モデルがありましたね。では、ここから抽出したアブストラクトの全体像をまず見ていきます。3つほどアブストラクトを今から読みます。特に今回は主語に着目をしてみます。1文目、気候変化の影響に関する研究はという主語ですね。将来の気候を気候モデルで予測することにかかっていると書いてあります。その次の文章は気候モデルの数が多いということが書かれていて、そしてその先はモデルの選択をどうしようかというお話になっています。2文目の主語以降がすべて座で始まっています。副詞の usually があったり、あとは subsequently があったりします。the, this procedure, the changes。詳しくは後でまた少し振り返りますが、今はざっと主語を眺めてみるということをお願いいたします。このままもう一つ読んでみます。Observational evidence of increasing global radiative forcing。 この radiative forcing というのはちょっと専門用語になるんですけれども、いずれにしても書き出しが進出表現です。つまり大気の構成が変わることとなってますね。Atmospheric composition がチェンジすること。で、次の文章からは This fundamental metric, this is because. これはこうこうこういう理由で起こってるんです。We apply. 先ほどの学生の英文と同じように著者が主語になっています。読み手には予測ができる主語ですね。そして This increase, these results のようにすべて記述の情報で構成されていました。あと一つ見るんですけれども、次は内容は詳しく読みません。今もまあ詳しくは読んでないんですけれども、次のアブストラクト、However、接続的な、これは接続副詞と呼ぶ人もいるんですけれども、接続的なつながりを表す副詞です。However、これが研究限界のところに入っています。このパターンは非常によく見ます。他には一つもないんだけれど、ここだけに入っているというパターンです。この表現すべてもかなりテンプレートにできるいい表現が入っているんですけれども、ジャーナルの種類を超えて、そして分野を超えて論文英語というのはある程度パターン化できるんじゃないかというふうに考えています。接続の言葉を入れるなら、however のみがおすすめです。では本日このようなウォームアップの後、まだもう少し見ていくんですが、順に方法をご紹介していきます。もう少しご理解を深めていただくために、Linking words、つまりつなぎの言葉、Therefore, accordingly, moreover, further、これらなしでつながりを強化するための項目2つをご紹介します。1つ目は、文と文を内容でつなぐ。それはどういうことだろう。ちょっと先ほどのアブストラクトでもう一度見てみます。The present study combines these approaches. 一つ目のアブストラクトです。In a three-step sequential climate model selection procedure. 長いんですけれども、本研究がこれらのアプローチを組み合わせています。この工程において。で、ここにまあ、コロンで1、2、3と工程が書かれて、This procedure is
このものをここに持ってきてます。前の情報。これが内容で文と文をつなぐと私がお伝えしている部分になります。では実際につなぐのはどうするか。先ほどの1のアブストラクトの最終文なんですが、Subsequently the changes in climate、ここの期間の気候の変化を分析します。このことによって次のことが分かった。研究で示唆されたことが書かれていますね。で、This shows と書いてもいいんだけれども、そこを、こちらが実際の文章です。原文です。この上は私が区切って作った文章です。Showing that 文末分詞構文というのを使っています。ではもう一つ、先ほどの二つ目のアブストラクトを見てみます。文と文を内容でつなぐとは、さっきみたいに直接プロシージャー、ですプロシージャーでない場合もあります。All sky、空ですよね。すべての空の instantaneous radiative forcing、放射強制力が has increased、増加したと言ってるんですね。それに対して this increase、動詞で言ったことに対して名詞で this increase としています。これで気質情報で前を文を始めて、内容で文をつなぎました。実際につないだ方はどういうものか。これはつなぐ前の私が作った文章です。こちらもちょっと後半なんですけれども、These results highlight distinct fingerprints of anthropogenic activity。ちょっと難しいんですが、人間の活動が、まあ、fingerprints、痕跡を残しているということが分かったんですね。で、地球のエネルギー収支の変化に人間の活動が影響しているということが分かった。それがおそらく4年後には観測によって分かるということを言っています。ただこれ、文章を区切っちゃうと、どこが読ませたい情報かっていうのが一読したときに見えません。ですから、この下に出てきたものが原文なんですけれども、関係代名詞、非限定というのを使っています。非限定とは、補足情報を追加する。つまり、ここの部分は補足で、まあ、こっち側が、この結果が示したことは、っていう言いたいことなんですよ、っていうことがわかります。関係代名詞の使い方はちょっとパズルみたいなので、which we find observations can detect within 4 years。これの詳しいご説明は今日やめておくんですが、文法的に正しくつなぐためにはパズルのように組み合わせるっていうことが大切です。では、この今、文と文と内容でつなぐってどういうこと？実際につなぐってどういうこと？っていうことをお伝えしましたので、内容でつなぐ具体的な方法ですね。ここからは皆さんが使っていただける具体的な方法としてご紹介していきます。はい、で、ここからは先ほどのアブストラクトではなく、バラバラのアブストラクトからの抽出文です。すべて Web of Science を使って検出したものです。主語で視点を揃えるという方法があります。で、この文章、Societal Impact Statement Strengthening Food and Nutrient Security、まあ、食料不足なんていうことが言われることがあるかと思うんですが、食料栄養危機の一般論が一番最初の文章として挙げられています。それに対して次の文章で、主題である、millets。この millets というのは雑穀という意味です。雑穀は栄養価が高いですよねということで、雑穀で栄養を提供できる。雑穀は肥料や農薬が少なくて済む。のように、millets provide energy and nutrients. Millets require less fertilizer and pesticide. というふうに、もう、ザも使わずそのまま主題を並べていっています。アブストラクトではそれほどたくさんできるわけではないんですけれども、なぜならアブストラクトはどんどん情報を展開していかないといけないので、イントロダクションなどでは比較的使いやすいかと思います。で、そのようにそのまま並べるパターンのとは違うパターンとして、先ほどもご紹介した The Water Gas Shift Reaction, This Reaction、このように短くする具体的に受けるパターン。これは先ほどのプロシージャーのパターンと同じですね。で、このように比較的わかりやすい、もうそのまま受けるというやり方に加えて、皆さんに使っていただけるのは、少し変えて受ける。つまり、Organic Nitrolysis。
ナイトロキソ、ごめんなさい、オーガニックナイトロキソ、有機ニトロキシレンというのが出てきました。それは、アルコールの酸化に関して、エレクトロキャタリシスとして最も研究されてるんですよ。電子触媒。で、オーガニックナイトロキソ、エレクトロキャタリシス。これどちらもきっちり受けてるわけじゃないんですけれども、ディスキャタリシスというふうに受けている。こんな感じで、ポイントは善意ではなく、ディスキャタリシス。具体的に書いているという点です。これが非常に重要です。また、次の文章に移りますが、LED、太陽光の代わりに LED を使って工場で植物を生産してしまおうなんていう分野でしょうかね。LED はという話から入って、短いウェーブレックス、波長のもののお話をしていて、そのような波長の中で Red and Blue Lights、ここで主題が揃っていて、等価なものをテーマにしています。論文のアブストラクトは、およそ概要から詳細へという情報展開方法が使われますので、徐々に詳細になりながら、主語を等価なものにしているというところがポイントです。よろしいでしょうか。では次に、内容でつなぐのもう一つの項目に行きます。今、主語を揃えるということをお伝えしていましたが、その次に、前の文で出した情報を次の文の主語にする。つまり主語じゃないんですけれども、この後半のあたりで出したものを次の文章の主語にするというやり方です。そうすることで文章をどんどん違うテーマにより詳細に展開していくことができます。Climate change is already causing considerable reductions ということで、気候変動はあらゆる生態系において生物多様性が減少するという影響をですね、与えているわけですね。で、これを these consequences、これらの結果と言い換えています。文章と文章が中身でつながっています。このまま進みます。these consequences のようにうまく見つからないときは this だけで結構です。冬の降雨量の変化は地域の社会経済の発展にとって重要ですが、正確にシミュレーションして再現することは難しいという文章が前に書かれていて、このことがどういう理由から来ているかというのが次に書かれています。この this は代名詞なんですが、曖昧ですかと質問を受けることがありますが、これは英語の特徴としても非常によく使う this なので、問題がないと個人的には考えています。次に少し難しいものなんですけれども、海岸線の湿地のお話です。Tidal marshes。Tidal marshes。潮汐湿地という名前なんですけれども、そこでの炭素の濃度の話です。表面から20センチぐらいのところは炭素濃度が高かった。Have on average 1.7 to 3.7 times higher soil carbon concentrations.Within 20 centimeters of the surface done ということで比較をしています。で、この比較をした後に this disparity 差、disparity は差ですね。差ということを言っています。いかがでしょうか。this プラス具体的な単語で受けるというものでした。これで文と文を内容で接続するが終わります。次。内容で接続できたらまた見えてくることがあります。単純に文を足していくことができることがあるんです。このような例を今からざーっとご紹介をいたします。接続詞、これは皆さんも非常によくご存知の and、and です。例えば、these catalysts, they have, これらのカタリストは将来有望と。ということが分かったアブストラクトの後半での文章です。こんな時に they have とせずに、そのまま and have とできます。つまり、主語が揃っていれば、主語をもう一度繰り返さずに、しかもコンマすらも使わずにそのままくっつけていくことができるんです。これがまず一つ目のやり方です。次に、and でつなぎたいんだけれども、主語が違うっていう時もあるかもしれません。そんな時は、これは世界の食料需要が増加している。Global food demand is rising.
したがって、thus serious questions remain。ですから、深刻な疑問があるんですけど、それは持続的に食料供給を増やしていけるかどうか。そんなとき、もちろん主語は違うので繰り返さないんですけれども、繰り返す主語を入れるんですけれども、and の前にコンマを置いてください。こんなふうに主語が違うときは必ずコンマを入れてください。そして、and とくれば次は but ですね。but も見ていきましょう。同じことをするんですが、this reaction です。主語が揃っているときは主語を省略してつなぎます。しかし、バットのときは実はですね、コンマが残ることが非常に多いです。これ、こちらの下の方が完成した Web of Science から抽出した論文の方なのですが、上の方は私が作ったものですね。接続をちょっと変えたというものです。こんなふうにコンマが入るということがよくあります。これはまあ逆説ですので、コンマを入れることで読み手に心の準備をさせるという内容になっています。で、もちろんですが、主語が変わった場合には、例4です。必ずコンマを入れます。では、もうちょっと進みます。今、遠い接続詞、and を行いましたが、今度は、先ほどから少し出てきている関係代名詞の非限定。非限定というのは、補足説明を加えます。例えば今回、dry lands、陸地ですね。この dry lands が collectively cover 41% of Earth's land surface。地表の41%をカバーしていますという文章。このまま足します。共通部分を関係代名詞という代名詞に変えてつなぎます。この関係代名詞のポイントは、できるだけすぐ前を修飾してほしいということです。全文全体を指すコンマ、which はもう使わないようにしましょう。そうではなく、dry lands を修飾している良い例になります。関係代名詞は、このように文末に置く以外にも、文中に入れることもできますので、このように入れることで、読み手は、外側の構造が本文書のメッセージであって、中側は少し気持ちを切り替えて読んでいくというような感じで、メインの部分とサブの部分っていうのを視覚的に理解しながら読んでいくことができるんです。では、分子に進みます。分子構文っていうのを皆さん聞いたことがあるでしょうか。分子構文といえば、文頭にこのように benefiting、こんな感じで ing が入ることを見たことがある方も多いでしょう。それは正しい姿なんですが、この時注意しないといけないのは、今主語はこれなんですが、zhs なんですけれども、これに対して修飾がちょっとついてて、動詞が exhibits なんですが、この the, zhs と benefiting の関係が同じ主語であるということが重要になってきます。つまり、これらの利点に恩恵を得ている zhs はと、このように読めるようなことが必要なんです。これが文頭の分子構文なんですが、そのような主語を確認することをあまりしなくてもうまくいくのが、実は文末の分子構文です。文末分子構文はもうここまで前の文章を書いている時点で、読み手の視点が十分に定まっているので、ほとんど主語がずれてしまうという不具合が起こりません。今回の場合は、世界の海岸線における人口増加により沿岸生態系の損失劣化、断片化が進んだという内容がここに書かれています。そのことによって生態系が脅かされている。This threatens。これをこのまま、comma, threatening とします。This という主語が使えたら、必ず分子構文が使えます。これは実は前年度もご紹介をしたアブストラクトで最終文とか最終から2、3文目に使う、いわゆるサジェステン、何々だと思われるというものと同じですね、形が。すみません、タイムが鳴っておりますが。This finding suggests 前のものを受けて、this finding suggests などというときに、suggesting と使うことができるんです。こちらもとても便利なひな型ですので、使ってみてください。もう少し続けさせていただきます。分子構文、いろいろ見てきましたが、過去分子のものも実は存在しています。普通は分子構文というのは、現在分子で、
能動的に情報が流れていくというのが文脈として多いんですが、パーマット場合に関しては文脈としては次に起こることなので受け身でありながら能動のニュアンスですよね。ですのでこれも分子構文が非常にうまく使えます。続いて何々が起こるというものですね。これもぜひ使ってみてください。あともう少し接続詞を扱います。従属接続詞というのをご存知でしょうか。 although などがアブストラクトでは代表例なんですけれども、メインとサブを作ります。従属と言いますのでサブの部分をくっつける接続詞ですね。 although the positive impact of openness というふうに is insignificant、 ここまでがサブの部分、そしてこっち側を読めばいいんだなっていうことが視覚的にもこの although があるだけでよくわかるので、メインの部分を集中して読ませることができます。最後の従属接続詞は whereas です。これは対比を表します。例えば現状では個々の技術で EC を効果的に除去できるものはないんです。でも一方でハイブリッドシステムであればより効果的にできるんですよといったような、個々の技術とハイブリッドシステム、これを対比させたいような場合です。次回対比を再度行います。In contrast, unlike などいろいろありますので、それら駆使していただきましたら、On the other hand という非常に語数の多い、効率的ではあまりない対比の言葉が不要になります。ではもう少しで、終わりになるんですけれども、ここまでいろいろな接続の方法をご紹介してきました。ステップ2までをご紹介しました。ステップ3については、9月、になるんですけれども、文頭につながりを表す副詞を配置するとはどういうことか、アブストラクトの3文目とかあたりで研究限界を書く。 However この研究限界ですが、実はあまり知られていないかもしれませんが、 Unfortunately これもかなり使い勝手がいいものになります。もう問題だよっていうことが見えているので、ここに問題が書かれているな、ここだけを読もうか、なんていう人がいるかもしれません。そして同じように副詞の中で接続的な意味合いは少し弱いけれど便利なもの。Notably、ここには着目してくださいね。Interestingly、著者が興味深いと思ってますよ。あと意外に多いのが Overall。これ非常に多く使われています。インパクトファクターの付与されたジャーナルのアブストラクトの後半あたり。次回はこういったものをアブストラクトのどのあたりで使うことが多いのかな、なんていう情報も含めて皆様にご提示していきたいと思います。そしてこれもプラスアルファなんですが、主語が揃ったらできる次の世界、クロップシミュレーションモデルズはセンシティブなんですよ。こういう不整合があったときに、矛盾があったときに非常に敏感なんですよ。ですから and thus require、ですからこんなことが必要なんですよ。And thus、ネイティブの方が非常によく使う表現です。そして、thus のバリエーションはセミコロンにも使われます。次回はコロンやセミコロンといったものも扱って、さらに文章をつないでいく方法などをご紹介します。すべては読み手に早くスムーズに情報を届けて、皆さんのアブストラクトから本文へと導くため、と思っていただけたらと思います。それでは本日のまとめです。正しく明確簡潔に短文が書けたら、文と文を内容でつないでみてください。そのためには記述の情報で文を開始することです。そしてそれができたら実際につなげる部分というのが目に見えてきますので、接続詞や関係代名詞、分詞などでつないでみてください。読みやすく情報が早く伝わるアブストラクトが完成します。では本日の特典なんですが、こちら皆様に配布しております。例文が入っているので、またよろしければ見ておいてください。9月にはもう少しパワーアップしたものを改訂してご提供予定ですので、もしリクエスト等あればぜひお寄せください。では最後は一番冒頭の最初にご提示したアブストラクトをもう一度出しておきますが、こちらにいろいろと
今日の内容を足していってもらえたらと思います。それでは皆様、本日はご参加ありがとうございました。ぜひ、いいアブストラクトを書いて、ますますご活躍をいただけること、そしてご多幸をお祈りしております。Thank you. はい、中山先生どうもありがとうございました。ではここからですね、少しお時間をいただきまして、先生がお話の中でご説明されていらっしゃった Web of Science での論文の検索の仕方ですね、これを少し操作をご説明してまいりたいと思います。先生もお使いになってらしたサンプルなんですけれども、まず一つ目ですね、原著論文、アーティクルに絞って読む。そしてよく引用されているもの、公費引用論文というものに絞って読む。そして利用回数の多いもので、今現在ですね、研究者の方の興味の高い論文を読むという、こういったものをご紹介してまいりたいと思います。で、Web of Science アクセスしていただきますと、このような検索画面が出てきますので、ここからですね、簡単に検索の対象語を入れていただくということになります。で、この検索をしていただくときのコツというのが少しありますので、簡単にご紹介いたします。で、先生もサンプルとして使っていらっしゃったこのクライメートチェンジ、気候変動ですね。このような2語以上からなる単語を検索していただくときには、このようにダブルクオーテーション、これで囲っていただきます。で、これがございませんと、クライメートとチェンジとバラバラに出てきてしまいますので、ちょっと関係のないものがたくさん出てしまうということになります。そして語尾の変化があるものも含めて検索したい場合は、語尾にこのアステリスクですね、これをつけていただきます。そうすることで語尾の変化まで含めて広く検索をしていただくことができます。また、 and or not などで条件をいくつか掛け合わせて分析する、検索ですね、するということもできます。では、まず原著論文に絞って検索ということを画面上でやってみたいと思います。今このように画面で、プライメートチェンジですね、入れております。で、これだけですとですね、ちょっと数が非常に多くなってしまいますので、これに1行追加をいたしまして、and でつなげて、ディザスターですね、災害に関連するものということで、気候変動の中で災害に関する論文をちょっと探してみたいと思います。はい、そうしますと、このように結果が出てまいりました。こちらですね、ご契約の状況によっては同じ数が出てこない場合もありますけれども、非常にたくさんの論文がですね、あるということをお分かりいただけるかと思います。で、この中でまずドキュメントタイプですね、アーティクル、原著論文に絞っていただく場合は、こちらのフィルターからチェックを入れて絞り込みというのをやっていただきます。はい、これでもですね、非常にたくさんの論文がまだございますので、次にですね、このフィルターの中にあります公費引用文献というものを選んで絞っていただきます。で、そうしますと、このカップのマークがついた論文だけに絞り込まれまして、これだと73ございますですね。で、これはどういうものかと言いますと、こちらの非引用数が多いものの中でも、この直近の10年で非常に多いもので、非引用数が多い順に並べたときに上位から 1% の中に入ってくるというような、とてもよく読まれている、引用されている論文というのをこれで絞り込むことができます。で、こちらにつきましても、ご契約の状況によりましては、表示がされないという場合もあるかもしれませんが、機能としてはこういうものがあるということでご紹介をさせていただいております。で、そして3つ目ですね、利用回数の多い順に並べてみる。で、こちらなんですが、この並び替えの条件のところから三角クリックしていただきますと、このように非引用数の多い順ですとか、日付の新しい順、古い順ですとか、いろいろ並び替えの項目が出てまいります。で、この中で利用回数180日で多い順ってやっていただいたのがこの結果になります。で、これはですね、どこでわかるかと言いますと、このタイトルをクリックしていただきまして、この下の方にですね、ございます。これはこの半年で Web of Science を使っている世界中の研究者の方が、この論文を見てですね、こういったアブストラクトなどを見て、全文
論文のすべてを見てみたいってなったときに、ここに全文へのリンクがございますが、これをリンクした、リンクをクリックした数ですね。これを一つ数えております。そしてもう一つなんですが、この Web of Science に付随して、使っていただけるエンドノートという論文の管理ツールがあります。こちらにこの論文の情報を送って管理、保管、管理されるというようなことをやった場合の数を数えております。ですので、非引用数としてですね、まだ世の中に出ていないけれども、まさにこの半年間で研究者の方が注目している論文というのを、この利用回数というところから見ていただくことができます。そしてですね、今このトピックでやっておりますけれども、先生のサンプルとしていくつか論文のタイトルを挙げていらっしゃいました。タイトルからこれを検索するということももちろん可能でございますので、ここでタイトルを選んでいただいて、先生の出されていたタイトルですね、ここに入れていただければ検索いたします。ただぴったり一致しないとうまく出てこないという場合がありますので、そんな時にはちょっとタイトルの一部を抽出して使ってみていただくですとか、ちょっと工夫していただくとよろしいかと思います。そしてもう一つですね、こちらの、アブストラクト小6というものを、今日たくさんご紹介いただいたかと思いますが、これは一つ一つここから論文のページを開いて見ていただかなくても、この詳細を表示というところをクリックしていただきますと、このようにどん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 開いていきますので、ここから、良いアブストラクトはどのように書かれているのか、その接続というのがどんなふうにスムーズに書かれているのかっていうところをぜひ見ていただければというふうに思います。で、そしてもう一つですね、ジャーナルインパクトファクターというお話もありましたが、それもここからですね、ここにジャーナルの名前がありますので、これをクリックしていただきますと、ジャーナルインパクトファクターという情報も見ていただくことができます。はい。では非常に簡単ではございますけれども、Web of Scienceの操作について簡単にご紹介をいたしました。ではここからですね、残りの時間、中山先生に、ご質問の回答をいただこうと思います。よろしくお願いいたします。